ではですね、まずゴッドハンドになるための5箇条。1つ目、危険部位を把握するって覚えておいてください。1つ目が危険部位を把握します。施術をする上で最も大事なのは、相手に怪我をさせない、不快な思いをさせない、嫌な思いをさせないっていうのがすごく大事になるんです。何事でも全てそうなんですけど、まあ、例えばサロン経営でもそうですし、会社経営でもそうですし、何でもそうです。最初はマイナスを防げなんですよ。死んじゃダメなんですね。どんなにすごいエフルラージュができても、怪我させたり嫌な思いさせた瞬間、一気にマイナスに転換しちゃうんです。だから、絶対に致命傷だけは避けなくちゃいけないんですね。これは全てにおいてです。だから、まず最初に何かやるときに、何か取り組むときに、何かプロジェクトやるときに、意識してほしいのは、何をしたらこのプロジェクト失敗するかなを調べることなんです。だから、まずエフルラージュやるときに、どうしたら怪我をしたりとか、不快な思いをするかなっていうのを考えていきます。じゃあどうしたら嫌な思いをすると思いますか？怪我をすると思います？お、素晴らしいです。ありがとうございます。こちらですね、デリケートゾーンを触っていくと、やっぱりですね、特に男性セラピスト、僕下手するとこうなります。もう捕まります。つまり何かというと、僕の場合は超危険部位です。超危険部位で、女性同士でもね、お尻の方とか、この辺りとか触ってしまうと、デリケートな部分を触ってしまうと、やっぱりものすごく不快になりますよね。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。あとはですね、例えば膝裏。膝裏を垂直圧って言って、上から圧を乗せてしまうと、膝蓋骨、まあ膝小僧ですね、膝小僧のお皿とかが圧迫されていたいんですね。で、どれぐらいの圧抜けばいいのって結構ね、聞かれるんですけど、これですね、ベッドの硬さによるんですよ。ベッド押してみたら分かります。ベッド押すと、ごめんなさい、見やすいところ押すと、厚みがあればある程度圧を抜かなくても大丈夫です。ただ厚みが薄いベッドだと、少し押すとポンっていってちょっと硬いところに当たるんですね。なので、まあ低反発のちょっと厚みのあるクッション性のあるベッドをお使いの方は、そんなに抜かなくても痛い思いしないです。ただちょっと薄めのベッド使ってる方は、ちょっと意識して抜かないと膝が痛く感じてしまうので、ベッドによるっていうのも覚えておいてください。はい、ここですね。あとはですね、例えば足裏、まあエフルラージで足裏ってそのままの流れで言うとやらないんですけど、まあ足裏ねくすぐってしまうとちょっと小しょばいとか、内ももとかもくすぐったいっていうのがあるので、まあ、くすぐったい場所には注意しましょうと、まあ、内もも、足裏とかですね。はい、あとはですね、挟み込みっていうのも起きやすくなります。内ももの挟み込みですね。こう手を旋回させた時に、ベッドと自分の手でお客様のお肉をこう挟んでしまうと、ちょっと痛いって思われたりします。なので、挟み込みも危険部位、危険部位というか危険な動きになります。なので挟み込まないように注意してください。あとですね、もう一つ、オイルの少なさすぎも実は危険なんですね。オイルが少ない状態で塗布して摩擦を起こしてしまうと、ちょっとですね、こう擦れて、皮膚が擦れて痛いって感じる方もいます。なのでオイルの量、多すぎても良くないですけど、少なすぎても良くないので、多い分にはちょっとこうヌルヌルしてるなとか、圧が逃げるなぐらいで済むんですけど、少ない分には危険になるので注意してください。はい、まあ、こういったですね、まあ、いろいろ部位によっては関節とか骨とか、まあ、いろいろあるんですけど、エフルラージで言うと特に意識するのは膝裏とこのデリケートゾーンですね。はい、じゃあそれを意識して2回3回ぐらいエフルラージュをちょっとやってみてください。あ、そうですね、ちょっと、うん、オイルの量とかもね、もしかしたら少なくなってたので、ちょっとだけ追加してやってみましょうか。はい、うん、膝裏で少し抜いて、で上ね、うん、デリケートゾーン注意して、おお、いいですね、いいですね。で膝裏では少し抜いて OK です。でこの時にもちょっと注意してほしいのは、膝裏抜いてくださいって言うと、極端にね、ピョンってちょっとジャンプするかのように急激に圧をパッて浮かせる方もいるんですね。今見たらそんなことなかったんで大丈夫だと思うんですけど、自然に滑らかに圧が抜いてって、滑らかにまた入っていくっていうのを覚えておいてください。まあ、車で言うと急ブレーキ急発進って、ちょっとこういきなりこうカクンって圧が弱くなったり、カクンって入るとびっくりしちゃいますよね。ちょっとこうなんか乗り心地悪いですよね。あれと同じことが起きるので、なだらかに圧をこう入れていって、少し抜いていって、でまたぐわーっと入れていくようなイメージです。で今できてたんでね、大丈夫です、完璧です。はい、ということで、まず一つ目、危険部位を把握するっていうのはできました。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて二つ目いきましょう。二つ目が